はい、今曲の方が流れておりますので、ツイキャスの方で喋りたいと思います。今一旦ちょっと切れてたんですけど、再開しましたので、皆さんぜひですね、ツイキャスの方にもお戻りいただければと思っておりますよ。で、まあ、趣味って言えばですね、他にもいろいろ、まあ、小学生の子の趣味とかもいっぱいあるんで、まだまだ話の方は続きますが、皆さんの趣味もですね、ぜひぜひお伝えしていただきたいと思っております。ここでですね、メッセージ来てるみたいな、ちょっとチェックしましょうね。これはちょっと面白いですね。はい、ということで次はちょっと CM 明けですね、告知の方をしてから、メッセージを紹介してまいりたいと思いますので、皆さんぜひですその間にメッセージを送っていただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、お聴きいただいた曲はイコナポップで I Love It 9でした。ということで一旦ですね、告知の方をしてから、今度は、まあ、後半戦趣味のお話参りたいと思います。はい、ちょっとですね、告知の方の今準備しておりますので少々お待ちください。はい、告知ですね、告知といいますか、まずは緊急のですね、お伝えでございます。ちょっとこれは BGM 下げましょうね。はい、緊急です、探していますということで、中曽根新英さん94歳、特徴中肉中背、165センチ、尾行を引く歩き方、話好き、農業の仕事をされていたので野菜や畑のお話をよくするということで、服装なんですけど、いつも、農協か久保田の帽子をかぶっている、杖をついて歩く、で自転車には乗れるそうです。今ですね、ちょっと中曽根新英さんという方が、行方が分からなくなっておりますので、まあ、緊急でお探しになっているということです。行方不明になるまでの経緯ですが、9月20日水曜日、沖縄市大里の自宅から午後5時ごろ、行方不明となるということで、日頃杖を持って歩いてデイケアに通っているんですが、自宅に自転車がなくなっていたため、現在自転車に乗っている可能性があります。自転車に乗って遠くまで出てしまっている可能性がありますので、皆さん見つけになられた方は保護されていただきたいと思います。診察券が入っている、財布を所持しているようなので、身分証等がありますので、皆さん確認されてください。連絡先がですね、090-939-0440、もう一度言います、090-939-0440、娘さんの赤様、が、対応しているそうです。またはですね、936-6868、沖縄県認知症家族の会までお電話いただきたいと思います。ツイキャスの方にはですね、ちょっと見えますかね。はい、こちらですね、中曽根さんのお写真があります。ちょっと見かけた方はちょっとね、はい、今言った連絡先までお伝えしてください。でまたですね、身の回りにですね、困ってそうなお年寄りがいたら、やはり声をかけてあげて、なんかどうしました、お困りですかっていうのが非常に大事だと思いますので、まあ、放送お聞きの皆さん、ちょっと気になる場合は、ね、
怒られるんじゃないかなとかって心配になるかもしれませんけど、まあ、ぜひですねお声をかけていただいて、困ってる人には手を差し伸べてあげてくださいということで、はい、じゃあ BGM ちょっと戻しましょうね。あ、止まってる。はい、でこの後は告知です。で告知の方がですね、はい、今月末、17年の、2017年の9月30日土曜日ですよ、土曜日、17時から21時、 FM ギノワン羽衣祭りの特番がございます。4時間特別放送です。でこちらはですね、司会にですね宮川珠子さん、ビーチキャッスルさん、そして OBP の、ゆうこさんが、司会を務めさせていただき、あ、 MC を務めさせていただきますので、皆さんぜひですね羽衣祭り、特別放送をお楽しみいただければと思います。そちらの方ですね、まあ、放送局の方に来ていただ、放送のねサテライトスタジオに来ていただければ、皆さん、この会場でですね MC の皆さんもいらっしゃいますので、直接そこでコメントっていうか、まあね、愛の手を入れて、お話できると思いますので、はい、ぜひ放送を楽しんでいただきたいと思っております。ということで、本日はトークテーマ、趣味でございます。皆さん趣味でございますよ。ぜひぜひコメントをいただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ここでですねメッセージ一つ来てましたので、メールの方をご紹介したいと思います。沖縄コンビフセンターさんからです。キャンさんこんにちは。趣味ないな、ただラジオにほぼ毎日投稿を送っていますということで、コンビフセンターさん、これはしっかり趣味だと思います。ラジオにコメントを送るの趣味ですよね。皆さん絶対これって趣味ですよね。僕も割とねラジオ聞く方だったんですけど、やっぱりコメント送って読まれるのってすごい嬉しいですから、やはりこれって趣味って言っていいと思います。僕はよくですね、なんか趣味ないんだよねっていう人って意外となんか趣味っていうのが恥ずかしいとか、いや、まあ、僕そこまで技術ないからって思ってる方いると思うんですけど、いや、なくて当たり前なんですよ。人ってどうせ最初からうまいわけないんで、恥ずかしいとか思う以前にまずやってみて自分が楽しいかどうかじゃないですの、趣味っていうものはっていうのが僕のポリシーでございます。なのでローラーブレード始めた時もですね、小学生に笑われてでも全然平気でですねやってると、今みたいにハーフパイプとか滑れるぐらいまでね、まあ、社会人になってからも上達できましたので、皆さんぜひですね諦めずに、なんか自分の好きなものは好きだと言って続けることが大事だと思います。まあ、アイドルが好きな方はアイドルを応援してあげたりとかですね、はい、そしてグッズを集めたりとか、まず公演を見に行く、それも立派な趣味ですよ。ただですね、まあ、いろいろ、まあ、そういうのがキモいんだとかっていう人もいるかもしれないですけど、理解できる人は一緒に理解してくれますから、そういう人と一緒に楽しめばいいんです。人にどうこう言われるかっていうのは趣味には関係ありません。本当に趣味っていうのは自分が楽しければいいです。自己満の世界ですので、ね、はい、皆さん一緒にですね自己満してまいりましょう。ということで本日のトークテーマ趣味でございますので、まだまだメッセージ募集しております。皆さんからのメッセージ、FM ギノワンのですね797@FMギノワン.com 797@FMギノワン.com、 もしくはツイキャスの方でですねコメントを送っていただければ、またトーク中紹介してまいりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。趣味っていうのはですね、やはりまあ、ないよっていう人も多いですし、趣味なーっていう人もいるんですけど、絶対人って興味があることってあるじゃないですか。別にだから勉強が趣味だとかでもいいと思いますし、テレビ見るのが趣味でもいいですし、もうまあ、人に言えないんだよねっていうような趣味だを以外にも、まあ、自分が好きなものは好きですからね、はい、人に言えないとかそういう問題じゃないんです。楽しければいいんです。楽しければ、はい、僕だってね人に言えない趣味っていうかね、はい、未だにおもちゃ好きなんでね、ミニ四駆とか昔よくやってたんで、プラモデルとかちょっとお高いの買いたいなと思いながらも、なかなかね親に言い訳が聞かないんで今買えねえなと思いながら、まあ、我慢してる部分ありますが、今ですねツイキャスの方でコメントが参りました。森の熊さん、
大人のおもちゃ、大人のおもちゃ。大人のおもちゃってこんなもんですかね。はい、あ、僕の持ってる DJ 機材のことですかね。ということで今お時間帯を考えてお伝えしておりますよ。はい、シュプリームさん、信号で停車中に女性に関しては悪趣味と言われます。いや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 、シュプリームさん、いやいやいや、趣味いいじゃないですか。奥さんめっちゃ美人じゃないですか。いやいや、そんなことないですよ。もう本当に素敵な男性ですからね。本当にシュプリームさんはダンディーな大人な感じがしますよ。はい、ぜひぜひですね、僕にも女性とのうまい付き合い方ご指導いただければと思っておりますので、これからも長い付き合いよろしくお願いいたします。ということで皆さん、ご趣味に関していろいろメッセージ投稿お待ちしております。趣味なんですけど、僕ですね、もう本当に多趣味でいろんなことやりまくって、それこそ小学生の時に始めたのは天体観測だったり、毎日図鑑を読んでたり、であとは、囲碁とかですね、将棋、チェス、まあ、できることは何でもやりましたね。であとは、ゲームはあまり得意ではなかったので、趣味と言えるほどゲームにはのめり込まなかったんですが、だからこそ、囲碁とかチェスとかですね、将棋とか、そういった対面的なボードゲームみたいなものとかでね、そういったものが好きだったりします。囲碁は今でも暇つぶしにですね、スマホ本とかタブレットにアプリを入れて、飛行機での移動中とかですね、そういった時にちょっと暇つぶしに遊んだりするんですけど、強くはないですね、ルールは分かるんですけどね。はい、ということで皆さんにも意外な趣味とかがあったりとかするとですね、ぜひぜひコメントいただければと思っておりますが、なかなか自分は周りにゲーマーだと思われることが多く、色も白くですね、あんまりこう外に出てない雰囲気があるみたいでして、で体も細いんで、なんか、キャン君ってスポーツできんのみたいなこと思われてるんですけど、自分は結構アクティブな方で、今で言えば月1でフットサルをしてますし、時間があればローラーブレード乗りますし、時間があれば名護まで自転車で行きますからね。はい、沖縄市の方から名護まで自転車で行って帰ってくる、4時間5時間ぐらいですかね、ゆっくり行って、それぐらいの、楽しみ方をしたりとか、いろいろやってますので、はい、体を動かすのが一番楽しいですかね、個人的には。やはりだってね、何も考えなくていいんで、その間非常に楽しくいつもね、やっぱり汗かきながら息ハーハーしながら、なんかこの本当に酸欠落ちる手前までちょっと体を鍛えてる感っていうのはすごく楽しくてですね、もともと陸上競技をやってたんでね、はい、やっぱりなんかランナーズハイじゃないですけど、あそこまで落ちるぐらいのトレーニングをするとなんか人間ハイになっちゃうんですよね。なのでそういうのを知ってるので、なんかちょっと自分を責めたくなるというか、でも別に眠気があるっていうわけじゃなくて、その先になんか超えた、乗り越えた、また新しい自分を更新できることを知っているので、それを耐えられるっていう感じなんですけど、皆さんはぜひですね、そういった趣味に関するお話ってどうなのかなと思っております。はい、それ以外にもですね、こんなストイックに攻めなくてもいいんですけど、趣味って言えばですね、本当にただ単に楽しめばいいだけのものなので、なんかこれをやってると楽しいんだよねとかね、音楽聴くと楽しいんだよね、音楽もそうですよ。ただ単にスマホでただスピーカーで流して音楽聴くのか、はたまたいいイヤホンを使って音楽を聴くのか、またアンプをつなげて、ダックって最近言いますけどね、つなげて音楽を聴くのかとかですね、それとも専用機を持っているのか、いやいやいや、据え置きのパソコンで音楽聴くのがいいでしょうとかね、そういうのも趣味ですよね。僕はですね、やっぱりオーディオ系の趣味もあるので、機材集めるのが好きでですね、それでDJ とかやったりとか、だから家にブースを作ったりとかですね、自分で机を DIY して、それをですね、この、DJ ブースにしてですね、どんどんスピーカーとかを継ぎ足して、爆音が出るようにして、
親に怒られながら、そしてでもかっこいい自分の部屋を作った。だからそういったものも趣味ですからね、非常に楽しかったですよ。はい、皆さんぜひぜひ趣味に関するメッセージまだお待ちしております。サザンブリーズ、今17時45分を回ったところでございますが、あと10分ほどお時間ありますのでですね、皆さんぜひメッセージの方をよろしくお願いいたします。ここでじゃあもう1曲ぐらいいきましょうかね。はい、曲の方がまだ1曲ぐらい用意しているので、そこを流しながら、まあ、僕の場合はですね、まあ、YouTube を見て、まあ、曲を探すのも趣味といえば趣味ですが、なかなかそういう時にこういう素敵な曲とかに巡り会えたりとかしてですね、はい、こうやってご紹介できたりとかするのもいいと思います。では次の曲ですね、キャッシュキャッシュで、Take Me Home でございます。どうぞ。はい、ではツイキャスをご覧の皆さん、どうもありがとうございます。やはりですね、趣味ということで、まあ、僕にとっては、まあ、遊んでること何でも趣味なんですけど、まあ、高校生の時にハマったのはトランプマジックを自分で考えるとか、ハイパーヨーヨーっていうのも小学生のとこハマってたのを、まあ、ずっとやってたりとか、割といろいろ持ってきて遊んでるとですね、皆さんに「キャンさんは何者なんだ」とパーソナリティさんに突っ込まれることもありますが、はい、ということで、また趣味な僕がちょっと趣味の話をするとですね、こうやって収拾つかないわけですよ。一つのことが言えないんでね。はい、まあ、でもやっぱり今一番ハマってることはローラーブレード、あと DJ でございます。はい、いやーね、ローラーブレードいいですよ。実はローラーブレードって運動効率が非常に良くて、ただつけて走ってって動くと有酸素運動効率が非常に高いので、エアロビクスの次に次いで、ダイエットに向いてるって言われてますね。有酸素運動効率が高いって言われてます。なおかつダッシュをすれば無酸素運動にもなりますし、筋トレチックにも使えますし、でブーツ自体が重いので最初履き慣れるのも大変ですからね。結構スキーとかスノボとかされてる皆さんはイメージつくかと思いますが、ああいうハード系のブーツっていうのは非常に重くてですね、歩くだけでも大変なので、まあ、僕のやってるアグレッシブのインラインスケートっていうのは、そういう片方3、4キロとかあるブーツをつけながらジャンプしたりとかするので、割と筋トレしながら動いてる感じですね。足引き上げるだけで腹筋使うので、腹筋のトレーニングにもなりますし、始めた頃はお腹つりましたし、続けてるだけで腹筋まだ割れてるので、そういった意味では全然トレーニングしなくてもこれの技術を磨くだけで、まあ、体の維持ができるっていう意味ではいい趣味だ持ったなっては思ってます。ぜひぜひですね、皆さんにもおすすめしたい趣味ではありますが、結構周りにはですね、やはり年がって言われるんですよ。でも正直ね、この年なんて関係ないんですよね。年齢じゃないでやれるかどうかは、やはりその人本人のやる気次第ですよ。だから別にね、どうこうっていう、もう年齢だからできないよっていうのはないので、ただ単に忙しくて時間ないのはあると思いますけど。ということで、はい、お伝えした曲は「キャッシュキャッシュ」で「Take Me Home」でございました。ツイキャスをご覧の皆さんにですね、今お話ししてましたが、やはり趣味っていうのはですね、皆さんそれぞれお持ちだったりお持ちじゃなかったりといろいろあると思いますが、基本的にですね、自分が楽しめればいいんですよ。なので別にね、深いこと考えずにですね、遊べれば一番ベストなんですけどね。
はい。なので、皆さんぜひぜひ、趣味に関しては。あれ、僕2回目の CM ってまだ行ってなかったっけ？あ、行ってないですね。はい。ではコメントの方も今あれなので、一度ですね、CM に回ってからまたエンディング参りたいと思います。はい。では一度 CM に行きます。はい、ということで、趣味、いろんな趣味があっていいと思います。自分は人の趣味を否定するつもりはありません。ただ人に迷惑かけなければね、何でも OK だと思うんで、皆さんね、楽しい趣味を見つけて人生楽しく生きていきましょう。今すごい夕日が綺麗な状態になってきましたね。割と、なんていうんですかね、この木に隠れる角度に太陽が来てくれてだいぶ助かります。画面の方もですね、ハレーションを起こすことなく僕の顔がはっきり映ってるということで。さっきもご指摘ありましたけど、顔近っ、はい、近すぎますよね。まあまあ、はい、時刻は午後5時53分を回ったところですね。ということで、じゃあ BGM の方をちょっと差し込みながら、あとちょっと変えてですね、はい、いきたいなと思います。最後の曲をちょっとね、はい、BGM にしながら、今日はですね、皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございます。サザンブリーズ、今日は、趣味ということでお伝えしてまいりましたが、もう間もなくお別れの時間となりました。まあですね、まあ、皆さんいろんな趣味があると思うんですけど、趣味っていうのはですね、やはり楽しめればいいんですよ。自己満足の世界です。ただ、人に迷惑かけないように遊ばないといけないんでね、そこだけ注意されてください。そしてですね、僕の好きなローラーブレードですよ。ここ、サテライトスタジオ目の前のトロピカルビーチ、ビーチゾーンでは、スケートボードおよびローラースケートは禁止となっておりますので、皆さんご注意ください。はい、これね、知らないで入ってくるとね、分かんないですからね。はい、皆さん気をつけてくださいよ。景色いいからといって、ここでやっちゃダメですからね。まあ、今から始める方はですね、いろいろ僕の方にね、メッセージいただければ、どこがいいですよと、どこは禁止じゃないですよとかっていう情報もありますので、ぜひぜひ、ローラーブレード始めてみたいなっていう興味を持った方は、ぜひ僕の方にですね、コンタクトを取っていただければと思います。県内に仲間が欲しいので、皆さんぜひよろしくお願いしたいと思っております。ということで、本日、サザンブリーズお届けしたのは木曜日担当のキャンでした。で、この後も面白い番組いろいろ続きますので、引き続き FM 宜野湾をよろしくお願いいたします。では最後に流す曲はですね、ニッキー・ロメロっていう DJ さんのですね、Let Me Free っていう、Let Me Feel っていう曲なんですが、すごく爽やかなメロディーなので、まもなく30秒ほどですが、お聞きください。では、どうぞ。
はい、ということでツイキャスをご覧の皆さんもありがとうございました。本日趣味ということでお話ししてまいりましたがね、はい、ちょっと時間が足りないなっていう思いもありながらね、お話ししてまいりました。またですね、日を改めて、趣味のお話もできたらなと思ってるんですが、来週はですね、企画を用意してます。月末のですね、音楽特集、今回もやりますので、今回ちょっとね、面白い曲、ちょっと面白いおかしい曲、そういう曲をね、ちょっと特集したいなと、芸人さんが歌ったりとか、この歌詞が面白いよねとか、そういう曲を用意していきたいなと思ってますので、皆さん来週もぜひお楽しみください。ということで、今日は木曜日担当キャンでした。では皆さん、さようなら。また来週お会いしましょう。